週もやってまいりました10週予想のコーナーです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋競馬もいよいよですね、本格化してくるところなんですけれども、実はですね今回すごいことが起こっておりまして、夏の最後2開催と先週ですね秋開催、最初の週でなんと3週連続的中ということでおめでとうございます。はい、まあ重賞予想に限らず他の予想も好調なんですが、はい、重賞3週連続、まあ、本命もちろん1番人気2番人気ではないところでの的中というところで、はい、力の方を見せて見せることができてるかなと思ってました。そうですね、先週もセントールステークスですね、これ4番人気でしたリトルゲルダを本命打っていただきまして見事に1着でゴール、はい、さらにそうですね、リトルゲルダに関してはもう動画の方で話した通りの好レースをしてくれたということで、はい、久しぶりにこう、ま、予想はずっとこう当たってきてたんですけども、はい、もう展開していた通り描いた通りということになりましたね。まあ、ハクサムもその通りしてくれてですね。そうですね、対抗のハクサム2着ですからね。はい、まあ、馬田も2800円ぐらいですか。そうですね、馬単でも、はい、そうですね、裏から入ってますので、はい、2000、はい、そうですね、800円程度のその高配当ということで取っていただいてますよね。そうですね、もちろん3連単もゲットしてますので。あ、そうですね、3連単白三角がエピシアロームということで、はい、はい、ぜひ今週も4週連続的中ということで、はい、行きたいと思ってますので、ぜひご期待ください。はい、では今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、では今週ですけれども、関西でローズステークス、それから、関東はセントライト記念という2つの3歳馬の重賞になりますが、今週はいかがしましょうか。はい、まあ、ずっとこう短距離っていうところで的中連続してきたんですが、今回まあ 2200m になりますが、まあ、セントライト記念ということでいきたいと思ってました。あ、新潟のセントライト記念ということでよろしいでしょうか。そうですね、まあ、短距離得意なのってセントライト記念もこれも1200m ぐらいでやってほしいんですけども。そう、難しいですかね。そうですね、やはりどうしてもこれ菊花賞トライアルですからね、菊花賞 3000m に対してトライアル 1200m ですとかなり負担がかかっちゃいますよね。 1000m でもいいんですけども。いや、まあ、2200m なので、はい、2200m バージョンで、はい、行きたいと思ってました。これ新潟はですね、はい、アポイント話してしまっていいですかね。あ、そうなんです、今回中山ではなくて新潟ということで、めったにない施行条件なんですけれども、その点大丈夫ですか。そうなんです、まあ、過去のデータはないんですけども、まあ、新潟競馬場 の重賞というふうなところで毎日お話に出すんですけども、はい、やはり早い上がりというのが非常に大きなポイントで、その早い上がりを求められた時に、パフォーマンスを上げた馬というところをやはり大事に見ていくっていうことが条件になってきます。まあ、新潟記念ですとか新潟大賞典ですとか、はい、まあ、そういう新潟、まあ、2000m ですけど、まあ、重賞あるんですが、やはり早い上がりで構想している馬ですとか、本当の弱い軽ハンデの馬ではないんですが、まあ、53キロ54キロぐらいで、はい、早い上がりを出すことができるということが構想の大きな条件になっているのがこの新潟競馬場の特徴ですから、はい、今回もそこが大きなポイントになると思いますよ。なるほど。そうしますと、やはりそのあたりを気をつけながら今週の、また有力馬について見ていただくというような形でよろしいでしょうか。そうですね、はい、一人ずつ見ていきたいと思います。はい、かしこまりました。では、今回は18頭出走しておりますので、1番から順番に、見ていただきたいと思います。まず1番のラングレーがですね、こちら青馬賞11着からの休み明けでの臨戦です。いかがでしょうか。はい、まあ、新潟最近、まあ、先週先々週とそうですけども、まあ、内を開けたレースというふうなことで、まあ、続いていると思うんですね。まあ、新馬がこう内、はい、だいぶこう、まあ、2、30メートルぐらいですかね、もう開けたような状態で、レースをしております。まあ、1000メートルの直線競馬に限らず、まあ、外を回すということで、内をつく馬というか内枠に入った馬はやはりその経済コースを取っていたとしても、やはりその前の逃げ馬は一番馬が伸びるポジションを当然選んで回ってきていますから、はい、そこからうちの馬が直線で外
はりうちの馬というのは減点材料になります。はい、はい、まあ、そういった意味で、内枠に入ってしまったこのザングレー、まあ、エスポ騎手ですけども、まあ、人気を重賞で裏切っているのもありますし、やはり重賞レベルでは苦しいところに苦しい条件が重なってますので、はい、嬉しいと思います。はい、2番エアアンセム、前走が函館の1600万下4着からの臨戦となりますが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、この馬自体この休み明けで1600万コマと混じって0秒1差ということで、これあの能力がないかあるか、実はこれ間違いなくありますね。あ、そうなんですね。はい、まあ、あの皐月賞4着同行というよりも、やはりあのコマ、歴史のコマと混じって1600万、だいぶあの1600万はやはりあのレベルが上がるっていう話を以前から何度もしてると思います。はい、1000万と1600万、これあのレース数もそうですし、馬の質のレベルっていうのがぐっと上がるところが1600万ですから、はい、やはりこの若いまだ3歳の段階で1600万でのある程度構造しているっていうことが大きな評価の材料になるんですが、はい、何せこの1枠1番1枠2番に入ってしまったっていうの、この馬ももちろん例外なく大きな減点材料だと思います。はい、3番ダイバリベラル、前走は福島で500万した勝ちからの臨戦となりますが、いかがでしょうか。そうですね、やはり、まあ、東京で勝ちきれず福島で勝ったということで、メンバーレベルが下がる、もしくはその小回り直線が短くなるというところでの構造してきたというところから今回の条件なので、はい、まあ、メンバーのレベル、この条件いろいろ考えたときにはやはり強調はできないですね。はい、4番湘南ラグーン、前々走青葉賞1着ダービー6着からの休み明けとなりますが、いかがでしょうか。そうですね、まあ、ダービー、最高峰に近いところからの33秒8の上がりで差し切りと、まあ、その前のレースが中山で、まあ、そこから早い上がりを求められたところで一変してきてますので、やはり先ほど冒頭で話したようにこの条件というのはもちろん合うと思います。まあ、ダービーでも33秒9の、まあ、最速の上がりだったので、今回の条件当然合うんですけども、まあ、後ろから行き過ぎるというところ、またその内枠に入ってしまったというところ、まあ、無理におそらく大外の方に回して出すと思いますので、そこら辺やはり物理的になかなか難しいのかなというところですね。まあ、あのダービーのようにまた青葉賞のようにここを確実に狙ってきて、無事を連打してというふうなところではなく、やはり菊花賞を見据えてというふうな形でしょうから、大外に出して無理に無理にというふうな戦い方をしてこないと思いますので、馬券圏内は難しいと思いますね。伸びてくるとは思うんですけどもね。はい、5番イスラボニータ、まあ、ダントツの一番人気が予想されます。皐月賞1着ダービー2着からの休み明けとなりますが、いかがでしょうか。はい、まあ、一番以来だとは思うんですが、まあ、皆さんまあご存知の、まあ、富士奇跡3区ということで、まあ、1600m、1800m に適正のある決闘ですから、はい、その 2400m って非常にこう不安視されていたわけですね。そうですね、まあ、菊花賞に出ないで天皇賞に向かうということで、はい、中距離が合うっていうところを、まあ、当然あった中でのダービー2着、はい、非常にこうポテンシャルの高さを見せています。皐月賞の時の、まあ、上がり方、4コーナー3コーナーから4コーナーの時のスムーズな反応、はい、非常にこう完成度も高いですし、まあ、460キロ台ということで、まあ、非常にこう競走馬としてもいろんな条件がいい馬ですから、この秋非常にこう楽しみだということで、つまずくということがなかなか難しいと思います。まあ、もちろん私のポリシーから本命にはしませんが、この馬はやはり思い知るしは打たざるを得ないですね。はい、では6番マイネルフロスト、前走ダービー3着からの休み明けとなりますが、いかがでしょうか。はい、このマイネルフロスト、まあ、阪神の 1800m 毎日杯を勝ったということで、あ、はい、そうですね、はいはいはい、阪神の1008はこれ非常にタフな条件で、この条件を勝つっていうのは能力が確実にある馬だという話以前から話してるんですけども、あ、そうですね、はい、とにかく阪神の1008って弱い馬勝てないんで、まあ、そこをやはり勝ってきたというところで能力が高いの、まあ、そういったところから東京優秀ダービーで12番人気3着と、はい、これはまぐれじゃないということは確実ですから、まあ、今
回、人気もそこそこ落としていますし、はい、この、まあ、3番人気、4番人気ぐらいでもおかしくないと思うんですけども、人気がないので、重い印打ってもいいかなと思っています。ただちょっと内枠に入っているところをどう見るかですね。ああ、そうですね。はい。はい、まあ、騎手も、まあ、松岡騎手から柴田大地騎手ということで、そこはマイナスに捉えるのではなく、むしろプラスでいいのかなと思ってましたけどね。はい。7番、里のフェラーリ。前走休み明け新潟の1000万下を1着からの臨戦となりますが、いかがでしょうか。はい、早い上がりで好走してきているということで、いかにもこの新潟の重賞合うかなというふうな見方をしています。はい、まあ、後ろから行く、出遅れる、まあ、そういった要素が不安要素になっていますので、まあ、確実に安心してということでは思えないんですけれども、今回の条件に非常にこうマッチしている馬の一頭だと思いますよ。はい。8番オーケンブラック、前走はラジオ日経賞4着からの臨戦となりますが、いかがでしょうか。はい、まあ、東京の 2400m を、まあ、緩いペースの中で早い上がりで勝ったということで、はい、今回の適正、につながるのかなというところなんですが、まあ、前走、福島の 1800m 少しこうまくりに行きながらハイペースを、そういった中でも行動してきました。はい、まあ、そういった疲れが残って、ちょっとこう期間は2ヶ月半ということで空いたと思うんですが、疲れも取れて条件も悪くないですし、行動できるかなというふうなところなんですが、アーネルデジタル3区ハーチティアサティスということで、ここから、やはりこういった後質な、決闘ですから、はい、新潟の 2200m 早い上がりというふうなことになったときに、ゲリラ戦、ペースもそこそこ上がる状況になると思いますから、2走前のようなゆったりの中でならなければ、持ち味は発揮できないかなと思ってました。はい、9番ヨヘイ、こちらが2勝利500万と連勝しての臨戦となりますが、いかがでしょうか。はい、まあ、このヨヘイとかふざけてますね、この名前つもりで予選なのかよくわからないんですけども、そうですね、はい、未勝利勝ったのが大野騎手、500万が芝山騎手ということで、まあ、三流騎手、私は大野騎手は嫌いではないんですけども、はい、やはり重賞レベルで、依頼するとなった時に頼んでる騎手のレベルを考えれば、はい、重賞でポンと入ってくるような、馬の能力、価値、ローテーションにはないのかなと思ってますね。ちなみに余談ですが、はい、名前の由来がですね、日本の挨拶と外国の挨拶を組み合わせたそうです。あー、なるほど、根結なんですね。実は分かりました。はい、ではすみません、続きまして10番ステファノス、前走が、こちら京都のオープンレースを1着からの休み明けとなりますが、いかがでしょうか。はい、まあ、G1 で、5着、まあ、乗ってる機種、今までの機種を考えても非常にやはりこういう機種を選んできて、まあ、キャロットの馬という感じがしますね。あ、今回の、まあ、三浦機種、はい、本番も見据えてということでおそらく依頼されたと思うんですが、はい、能力を考えてもここで来てもおかしくないんですけども、やはり重賞 G1 で勝てずに、まあ、オープンに落とした中での勝ち切った勝ち方がやはり0秒0差というところから、ここまでのこの能力を持つようなディープタンクじゃないのかなという見方をしていますが、まあ、もちろん印は必要かなと思いますね。はい、11番サングラス、前走は札幌の1000万下を1着同着からの臨戦となりますが、いかがでしょうか。はい、まあ、先ほど1600万の話しましたが、1000万の小馬混合ということで、はい、それ自体も、まあ、そこそこやはり評価しなきゃいけないですね。その中で、はい、逃げ切りで小馬相手に、まあ、勝つと、まあ、同着ですけども、やはりそういったことも、なんていうんですかね、勝負強さですとか、馬券を買う側からすれば非常にこう重宝したい馬です。はい、まあ、今回逃げ馬ということで、まあ、この馬が逃げてマークされると思いますから、今回どうこうっていうふうなところは強調できるまではいかないんですが、今後はやはり人気になりづらい血統でもありますし、穴を開けたりとかっていうことも出てくると思うんで、注目してほしい人ですね。はい、12番アルテ、前走札幌の500万下を1着からの臨戦となります、いかがでしょうか。はい、まあ、前走札幌のこの方です
か見たんですけども、まあ、相手が直線で止まった中でこの馬だけ持続して伸びて一着ということで、はい、レベルがちょっと低いかなというレースでしたから、そこで勝ち上がりからなので相手がかなり強くなります。苦戦すると思います。はい、13番ワールドインパクト、青葉賞2着ダービー10着から休み明けの人選となりますがいかがでしょうか。そうですね、まあ、横山紀弘騎手が乗ったということで、まあ、3番人気ぐらいになると思うんですが、ああそうですね、やはり、はい、まあ、前走のダービーで負けたっていうところを、まあ、見なかったとしてもやはり青葉賞で0秒0差で勝ちきれないというところから、はい、まあ、今回出てる4番の長奈良に刺されたんですけれども、やはり早めに、はい、抜け出しておきながら刺されるというところなので、絶対的な能力があればもっと抜け出してますから、一流バーまで行かないディープタンクだと思いますね。はい、14番タガノグランパ、前走ダービー4着からの休み明けとなりますがいかがでしょうか。はい、まあ、専用で、非常に強い勝ち方をしたというところから、はい、新潟の 2200m のような速い上がりを求められるような条件は適性がずれると思います。はい、15番デルカイザー、前走新潟の500万下を1着からの臨戦となりますがいかがでしょうか。はい、まあ、田中勝春騎手が乗っているということで若い馬にこういう風な騎手が乗るとなればやはり先ほどの予定と同じように、まあ、将来性を考えていないということで、まあ、記念受験のような形に近いと思いますね。はい、まあ、今回の吉富騎手も同じようなパターンで使われることが多い騎手ですし、はい、前走の勝ち方、早い上がりで、まあ、32秒8で勝ったんですけれども、まあ、2番手の先行からの早め抜け出しということで楽な競馬でしたから、今回は相手がかなり強力ですから苦戦すると思います。はい、16番トゥザワールド、皐月賞2着、ダービー5着からの休み明けとなりますがいかがでしょうか。はい、まあ、前走内枠に入ってですね、まあ、中段から差を詰めていたんですけども、スムーズさんが欠いたということでなかなかこう能力は出し切れなかったかなというレースでした。まあ、今回18頭立ての16番枠ということで、まあ、スムーズに自分の力を出し切れる状況になると思いますから、はい、やはり歴戦の結果を見ても能力は高いのも明白ですし、簡単にこうスポンサーをするということはちょっと考えにくいかなと思いますね。休み明けで十分調教も見ましたけども非常にこう仕上がりも良かったですから、はい、消すことは難しいなと思ってました。はい、17番クラリティシチ、前走ラジオ日経賞2着からの臨戦となりますがいかがでしょうか。はい、まあ、2走前スローペースといえど東京の戦力を逃げ切るということで、はい、まあ、弱い馬はできないようなゲートをした中で前走小回りに変わっても、最速の上がり2着と、非常にこう能力はある馬だなと思って見ていました。まあ、シチということで、まあ、ダート質のイメージを持たれて、まあ、人気にもおそらく今回ならないと思いますし、はい、枠は外すぎるなっていうところはあるんですけども、この馬の能力、まあ、この馬の今後どういった出世街道を歩むかどうか今回非常にこう大きなポイントになるレースになっていると思いますね。最後になります。18番メイクアップ、前走新潟の2200を500万車で1着からの臨戦となります、いかがでしょうか。はい、まあ、ローテーション、まあ、セントライトに出すってなった時にやはりここ数戦、無理な、ローテーションをさせられてきたかなという感じですね。まあ、前走、まあ、ここに出すためにも無理に戸崎騎手が勝ちに行ったというふうなレースも見え見えでしたから、はい、まあ、2200から2200ということで当然ここをイメージしたと思うんですけれども、費用が残るような勝ち方でしたので、今回は厳しいと思います。はい、では18頭全て見ていただきました。これから本命馬それから印につきましてはこの後ブログで発表させていただきます。この放送が終わり次第の発表ということでよろしいでしょうか。はい、はい、ではブログにつきましては動画説明文の中にリンクが貼ってあります。そこから入っていただくと見ていただけますのでどうぞよろしくお願いいたします。それから3週連続ですね、今的中中ということですのでぜひこのブログ注目していただきたいと思います。はい、はい、でさらにですね、来週なんですけれども、来週は新潟の競馬場からそうですね、来週は新潟の方に、はい、行くというふうなことになってますので、こちらの方から来週はオールカマーですね。あ、
そうですね、オルカマーですね。はい、まあ、それもあの芝の22なので、まあ、それに向けても今回あの注目はもちろんしていますし、はい、あの来週はですね、あのオールカマーに関しては土曜日、あ、金曜日の夜にパート1という形で、動画の方を上げさせてもらってですね、はい、土曜日の夜にパート2ということで、オールカマーの動画を、まあ、上げる予定でした。まあ、土曜日その新潟の現地のね、生のその芝の、はい、情報ですとか、はい、いろんなその感じたこととを踏まえながら少しこう、拡大バージョンということでオールカマー、2本立てで金曜日の夜、土曜日の夜、またその現地の生のいろんな情報を交えながらですね、はい、いつも以上にこう内容の濃い動画にしてアップしたいと思っていましたので、金曜日、土曜日とぜひ来週もあのお楽しみにしていただければと思います。はい、では今週のセントライト記念、そして来週のオールカマーとですね、さらにこう期待が高まってまいりますので、皆様ぜひご注目くださいませ。はい、はい、では本日はセントライト記念を見ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。